優馬タセサブス。はい、じゃあまずはね、最近のお話ししていきましょう。まずはサードアルバムのタイトル光ね、これジャケットとか新しいアーシャも発表されましたし、あといろいろとどんなクリエイターさんがいるのかだったりとか、まあ、曲目も全部発表されたかなというところなんですけど、この光っていうのがこのね、今発表されている全部で15曲入ったアルバムになるんですけど、その中のどの曲かにこの言葉、光っていう言葉が入った楽曲が入ってるんですよ。タイトルにはなってないんだけど。で、その曲を聞いて、デモを聞いて、で、あ、これ、もう、光ってタイトルで行こうって思ったぐらい、結構私の中ではパワーワードだった光という言葉。それが、今回のタイトルになっています。詳しいことは、ま、楽曲が発表されてからとか、今後のインタビューだったりも結構9月とか入ってきているので、そっちでね、見てもらえたらいいかなと思ってるんですけどね。そう、ジャケもね、すごいいい感じよ。めっちゃ天気良かったのよ。ジャケ撮影。なんか、思い出せる限り、ずっと雨だったんだよね、ジャケ写。いつからかな、もう本当に何年も。ひょう降ったりした。MV、そう。鼓動エスカレーションってひょう降ったでしょ。で、ノーシナリオ雪でしょ。で、本当にずっと、この間のやつ、ストロボメモリーも、あの日ね、本当は外で撮りたかったの。渋谷で撮りたかったの。渋谷区で撮ろうってしたんだけど、渋谷区雨降っちゃったから、別のスタジオの中で光作って写真撮ったのよ。そう、ほんと夕日の男で撮りたかったみたいなのがあったんだけど、だからそんなことを繰り返して結構雨は降るもんだと思ってたんだけど、今回はもうほんとジャケになってる写真ほとんどほんと、もうそのまんまです。色青い、あの真っ青な雲一つない空の元で撮れたっていうねところもあって、なんかほんとピカ光っていうタイトルがぴったりなね感じになったかなーなんて思いますけどね。めちゃめちゃだから仕上がりも最高って感じで思ってるし、あとは今回曲がそのいっぱい入ってる曲がほんと新曲が多くてね、新曲マジでどれもいい感じでばらけてるんですよ。ばらけてて、そのクリエイターさん見ていただけるとわかるんですけど、クリエイターさんが新しい人が結構何人もいるのね。9メガヘルツさんなんかは、その中の何人かとはお仕事させていただいてますけど、あと前迫さんは今回お初めましてなんですけど、なんかユーマンにも曲を書いてくださってるみたいで、なんかすごい、なんか弟さんとお会いしてますみたいな感じで会った時にお話ししたりとか、そう。なんかなので、なんかちょっと今までにはなかった風も入ってきてるかなとか思います。なんかでもジャケさ、触れる？ゆうまくんのこと。なんか、ゆうまのなんだっけ、ツアー？ツアーのパンフと、どうやらジャケが似ているようじゃない？なにそれ。聞いてないよ、姉さんは。そんなジャケを撮ってるなんてことは、海に行ったなんて話は聞いてないんだよ。仲いいのじゃないよ。なんか気づいたら被ったようですね。なんで被ったの？なんだっけ？シェイク？こっちはフラッシュだよ。なんで被ってるんだ？なんだ？わからない。誰も相談しないし、ポニーキャニオンとキングレコード別に繋がってないですから。謎の、そう、兄弟が同じ方向に進んでいるという。似た者兄弟だね。ということなんで、ツアーもぜひ行ってくださいね、皆さん。秋であるらしいんでね。はい。くだらないと知ってるのに、傷つくと分かってるのに、この感情エラー、そうあのエラー。だけどね、分かってほしい、どうしようもない。